はい、どうも。じゃあ、続きやっていきますよ。自己動画製造機一様でございます。はい、ここのステージに関しての、攻略ルートをですね、リスナーさんから情報いただきまして、ちょっとそれ実践していきたいなと思います。その情報を読みながらね、進んでいくんで、ところどころで、ちょっと止めますけど、一番奥の扉に入って、右に進んで下に降りたところに扉がある。はいはいはい。危ない。やばい。危ないなぁ。敵いっぱいいるから嫌だよね、これも。危ない。そして、上に登ってき、左に降りていった先に扉がある。はい。オッケーオッケー。扉あるのは分かってる。うわ、登ってくんのかよ。危ねえな。危ない。よし、次は。右下に進んでいくと扉がある。右下。右下ね。やばい、やばい、やばい。無理して倒そうと思わないで、くぐればいいのか、これ。うわ、落ち、あ、これか。やばい。うわー、もう。うわー。ちょっと上押してんだけどさ、すぐにこう扉に入ってくれないから、困るんだよな、これ。上押して3秒後ぐらいに扉に入るから、これなんとかしてほしいんだよね。よいしょ。かといってあれだけの敵全部倒しきれんぞ。危ない。うわー、もう嫌だな、これ。よし。で、また上行って下行って。はい、はい、はい。ここ敵置き。ああ、くそ。何やってんだ。くそ。ちょっと情報を読みながら、かつこの敵の動きを、敵の包囲網をこう振り払って進んでいくっていうのは、これ、至難の技だぞ、これ。よいしょ。はい。OK。うわ。 どうやって防げと、これは。くさ。くさ。よいしょ。これ一番最初の敵もこれだって、一歩タイミング間違えばやられちゃうからな。ああ、踏み外した。踏み外した。くそ。これじゃあルート教えてもらった以前の問題だよな。はい。よいしょ。これすぐ降りたらどうなる？こう。これでいいんじゃない？おい、おい。ここはね、敵が大きいからね。大きいっていうことは、それだけちょっと当たる範囲も大きい。よいしょ。オッケーオッケー。落ち着けば大丈夫よ。そんでもって、上に登ってき、右下に進んでいくと扉がある。右下に行くと扉があるとね。はい。右下に行き、これだな。危ない。間に合った。間に合った、間に合った。そこから右下、左下、右下に降りていって、左に進むとゴールがある。右下、左下、右下。はい。
危ない危ない危ない。え、あ、これか、これか。よっしゃ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 、やったー、ありがとうございます。はい、ね、まだコメント返してないんですけども、この場を借りて本当にお礼申し上げます。ありがとうございました。よーし、ね、なんとかリスナーさんのご協力を経て突破できました。行くぞ、これボスだよね。また4の5だな。タルルロボのナイキ様にコライ、え？コライバーズロ、何言ってるかさっぱりわからん。ワイロボットだ。タル気をつけろよ。あれは魔法、まあ、結局、あれでしょ？魔法使えないんでしょ？肝心なところで。アイテム買う意味ねえじゃん。うおおおお、ちょっと待てよ。いきなり来たよ、もう。ちょっと待って、あれ、どこ狙えばいいんだ？普通に、普通に、どこでもいいから殴ればいいのかな？こう？で、この辺、あ、なんだよ、もう。これでもダメなのかい。じゃあ、一発当てたら、なるべく間合いを取った方がいいってことか？そういうことか？よし。はい。この辺でいきなり出てくるから、どうしよう。で、バラバラになった。ちょっと間合いを取る。いやー、これは、いやー、これは、嘘でしょ。嘘。これかわし切らないとダメなの？マジか。マジか。これかわし切らなきゃダメなのか。急げ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 で逃げろ。ああ、くーそー、マジかよ、これ鬼だ鬼だこれ。前回も相当きつかったけど、うわー、これまた自己動画の嵐だぞこれ。こっちに逃げてってみるか。いや、ダメだ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 。いやー、だっかわしきれんってこれ。え、分裂してる間は無敵なんでしょ。だから合体したところを狙うんでしょ。この分裂してる間はあくまでも逃げ切らないとダメってこっちゃ。いやいやいや、無理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 、早く合体しろよおめえら。よし、ヒット判定ならねえのかい。今度そういう、またくそー、これはひどいなー、ひどいなこりゃ。あー、やばい、もう早速ルーティン崩れた。ダメ、これまだ4発5発当てなきゃダメなんでしょう。これかいくぐって、かいくぐって4発5発当てないといけないってのはかなり厳しいぞこれ。せめてライフ制にしてくれよ。どこ行ったどこ行ったどこ行った。いや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 、もう。このゲーム基本的にアイテムいらないっす。だって肝心なとこで使えんだもん。アイテムいらねえわ。全部残機アップにつぎ込んだ方が良さそうっすね。はい。
よし、オッケー、一発当てた。あ、やばい、いけるか。あー、ダメだ、これじゃダメだ。くそ、うそ、うん、二発目は当てられないな。ここで待って、よいしょ、でこう逃げての合体、まだ、よっしゃ、オッケー、2発目入った。いやー、無理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 、よーち、かわしたかわした。3発目、どこ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 、あ、うわ、見えないって、処理追いついてないからパソコン。でも3発入りましたね。また4発なのかな。いや、でも今のもかなり偶然だったから、どうかわしたかなんて覚えてねえぞ、覚えてねえぞ。よいしょ、島まで走ってきて、よし、オッケー、逃げろ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 、あった、くそ、ダメだ、初めから雲の上にいたらダメだね。よし、ここで待つ。よいしょ、一発入った。ダメ、あー、ダメ、失敗した、失敗したけどダメだ、やっぱ、あー、くっそー、やっぱ雲の上にいっちゃダメだ。下で待って、下で待って、追いかけてきたところを雲に乗ってジャンプしてかわすっていう、初めから雲の上に乗っちゃえばその高さで向こうが攻めてきちゃうから、こう待って雲を使ってのこういう、オッケーオッケーオッケー、よし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 、オッケー、でまた同じような、ちょっと、もうちょっと勘弁してくれよ、もうちょっと。かといって右の方にはもう逃げられないしな。さっきどうやってかわしたっけ？あ、やばい、ルーティン崩れた。はい、なんとかしてもう一回3発目当てるところまでちょっと頑張っていってみよう。3発目までのルーティンはちょっと確立しておきたい。4発か5発かわからないけども、多いよなこれ。だってライフがないアクションゲームで4発5発も当てなきゃいけないって多いよね。よいしょ、はい、これで下で待って雲を蹴って OK で、この辺で合体するから、よし、逃げろ逃げろ逃げろ、いやー、やばい、いやー、ダメだダメだダメだ、かわした、奇跡。ヒット判定ならねえの今の、マジか、厳しすぎだぞ今の、ヒット判定ならねえのかい。よいしょ、雲を蹴って、走る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 、うわー、くっそー、間に合わなかったか。ちょこれ本当に小中学生やってたのか、こんな難しいゲーム。大人でも泣きそうだぞこれ、おっさんでも泣きそうだぞこれ。やべ、あれ、それともヒット判定ならねえってことは、ぶつけなきゃいけない部分ってあんのかな、顔とか胸のあたりとかあるのかな。
ヒット判定ならないっすよね。ちょっと厳しい。うん。あら。ほら、ダメだ。ヒット判定ならねえ。今の当たってないですか？ダメか？あー、困った。ヒット判定ならねえか。困ったなぁ。はい。よいしょ。今のヒット判定ならないか。危ないな。やっぱあの胸のところ狙わなきゃダメなのか。胸のところ狙わなきゃダメなのかな。よいしょ。あ、やばい、間違えた。間違えたけど、かわせそうですね。おっしゃ、やっぱ胸のところ狙わなきゃダメなのかな。やばいやばいやばい。やばい！かわした。かわしたぞ。あー、なんかそれっぽいな。マジか、狙いをちゃんと定めなきゃダメなのか。これ厳しいな。いや、これ厳しいな。ちょっと待ってよ。厳しいな。むしろ自分から動かずに相手から近づいてきてもらった方がいいのかな。こういう感じでさ、向こうから来たところをドンみたいな。いやー、これいや、じゃあちょっと胸のところだけ狙っていくけども、かなり厳しいっすよこれ。中途半端なところに、ここで待ってればちょうど胸のところに来るんだよな。かわして。あ、やばい、近い。くそ。困ったね。ほんと困ったね、これ。これさ、ボスと戦うたんびにこんな悩むのって、これは、ひどいよな。よいしょ。あー、ダメだ。この複雑な動きしてくるの、どうやってあの胸の部分をさ、捉える？近づきすぎたら、やられるし、近づかないと倒せないし、理不尽だ。あー、もうルーティン崩れた。非常に理不尽だ。やばいやばいやばい、来てる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 。ああ、ちょっと待って、どうしたらいいのこれ。どうしたらいい。ミモラちゃん言ってるか、胸の部分が弱点だって。ここで待つよ。無理だって、この複雑な動きをさ、そこだけピンポイントで狙うって言ってるか。頭か。なるほど、頭か。胸じゃなくて頭か。胸寄りだったら頭の方がまあ狙いやすいっちゃ狙いやすい、狙いやすいけどもさ、容易に狙えるところでもないぞ。くそ。
ああ。くそー。このね、前の4-5はこれちょっとリスナーさんからヒントもらって、ヒントというか、情報もらって進んだから、ここは何としても自力で突破して今回の動画を終わりたいんですよね。これすらもちょっとできなくて、今回の動画終わるんであれば、本当にただの事故動画っていうか はい、行きましょう。よいしょ。よっしゃ、2回目いった。いやー、ダメー、逃げられない、逃げられない。くっそー、どうするこれ、どうするよもう。1回目はここでボン、2回目、よいしょ、かわしてかわしてかわして、 OK、 やばい、いや、かわしたかわしたかわした、いやー、長えよ、圧倒的になってこっちの動くスピード遅いっすもんね。ハル、もう少し早く走れよ、おめえ。くそー。アイテム使えりゃな。肝心なところでこのアイテム使えないって、もう、劇場版のドラえもん並みに使えねえっていうか。よいしょ。ああ、もう、ダメだ。2回目行こうが、なかなか。いけない。3回目いけない。なかなか。3回目でも行った実績あるから、いけないことないんですよ。絶対。よいしょ。あ、ダメダメダメ。こういう高い位置にいちゃダメなんだ。狙いづらいから。どうする、どうする、マジでこれ。よいしょ、えい。そんでもってこれジャンプでかわして、えい、オッケー、頭を狙う、うわー、くそ、オッケー、やばい、逃げ遅れた、頼む、うわー、来るなよ、オッケー、3回目いった、やばい、逃げられない、くわー 無理だこれ、かわしきれねえよもう。これで4、5回当てなきゃいけないんでしょ、鬼だわこれ。ちょっと嘘だろ。ああ。はい。よいしょ。かわしたかわした。さあ来い。よいしょ。よいしょ。距離取れ、距離取れ、距離取れ。なるべく距離取れ。ああ、ダメだ。ロケットパンチにやられた。そう、ただ距離取ってもダメなのか、やっぱり。ああ、困ったな。真ん中のあの一番高い雲利用してかわす。かな。まあでも、コンスタントに2発目までは、まあ、入るようにはなってきたよな。
うん。今なんかロケットパンチみたいなの飛ばしてきませんでした？嘘だろ、もう。かわせねえよ。かわせねえよ、もう。はい、よいしょ。頭を狙うぞ。あ、何やってんだおい。ちょっと待ってくれよ、もう。いやー、いくらやってもダメだ。落ち着けよ。熱くなればダメだ。冷静に、冷静に相手の動きを見極めろ。 OK、 2回目。冷静に。あー、かわせねえってこれ。くわー、どうかわすこれ。どうかわす。よいしょ。ここまではいいんだけど。オッケー。あー、もうだ、もう遅い。根本的にこっちに逃げるのがもうダメなのかな。どうなんでしょうか。こっちに逃げるのがダメなのかな。よいしょ。こっちに逃げる。じゃあ2回目。やばい、やばい。そっか、上下上下ってこう使っていかなきゃダメなのか。上ばっかりで逃げてちゃやられるし、下ばっかりでもやられるから、上下上下ってこう。ちょっともう一回いきます。次で最後。よし、上下上下っていうふうに逃げなきゃダメ。それだってでも何回も長い時間は逃げきれんぞ。よいしょ。だからこっち下から誘って上に逃げるみたいな。ちょっとタルルと足押せ。よし、やばい、やばい、やばい。いやー、おっしゃ、いった。3回。こういう感じ、こういう感じか。上下上下って使って。よっしゃ、まだ？まだ？まだ？ちょっとまだ？よっしゃ！よっしゃ！いった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 ！うわぁ、きつかった！きつかったー！もう一回やれって言われたら絶対やりたくねえ、これ。ああ。はい、OK。次、タルちゃん、本丸ちゃん、ミモラちゃん、仙人様が言われたようにライバーはとても強いわ。倒すまで二度とこちらの世界に戻っては来れないかもしれないのよ。それでも行くの？世界で一番好きな女の子が捕まってるんだ。絶対助けるって決めたんだ。はい、本丸と俺友達。はい、わかった。よし。先長えな、これな。どこまであるんだろう。まあいいや、じゃあ今回は、ここまでにしておきます。はい。ご視聴ありがとうございました。